自粛してますよ、自粛。とにかく3密を避けて、そしてゴルフの腕が落ちないように何とかしたい。ゴルフの練習場は、ね、こうオープンエアでこういったところだったら、こういうルールをちゃんとマナーを守って練習に励むことができますから、やりましょう。俺もやりますからね。昼間、まあ、ずっと一日中ここにいるわけいかないから何やってるかって言って、最近 YouTube を見てるんだけど、マスターズトーナメントね、1970年代80年代、みんながまだパーシモンを使っている頃の、まあ、それが面白いですよ。もちろんね、タイガー・ウッズが出てきて、その後のマスターズトーナメント、まあ、メジャーも面白いけれども、こんな時だから、画像もすごくいいし、画質が面白いね。あとシェルワンダフルワールドゴルフとかさ、素晴らしいものが残ってるから YouTube で見れますから、ぜひチェックしてみてください。で、思うに、まあ、最近のそのゴルファーっていうのはさ、まあ、とんでもない距離を飛ばすわけだし、まあ、道具の進化もあるんだろうけど、あの70年代80年代の人たちのスイングとか道具を見ると、何かこの今とちょっと違う形のゴルフをやってるような気がしてならないんだよね。で、見る方としてもどっちが、参考になるかというとさ、例えば羽生結弦がこう5回転に挑戦、5回転なんかもう普通の人なんかできるわけねえじゃんって、もしかすると今の PGA のツアーに出てる人たちってそのぐらいのレベルの人が何人もいるような気がするんだけど、まあ、あの、さっき言った70年代80年代の人たちを見るとちょっと親近感が湧いちゃったりするのね。だから、もしかすると、忘れかけていたとかというか、こう気づかなかった自分が、目標にするべきスイングっていうのがそこにあるかもしれないね。ですからぜひですね、この機会に、YouTube でマスターズトーナメント70年代80年代あの往年の大スター、ジャック・ニクラス、トム・ワッツソン、そしてセブ・バレストロス、グレッグ・ノーマン、いろいろな本当に個性的な人たちが、まあ本当に素晴らしいドラマをですね演じてくれてますから、これはチャンスですよ。ぜひ見てください。ということで頑張りましょうね。楽しくゴルフ場で会える日を楽しみにしてます。